さあ、こんにちは。マーティン、ダーのミャクブ、ケンタケです。西部の大木昭さん。通称、大木マジックで活躍。まず、現役時代の大木昭さんのお話をしましょう。大木昭さんは、現役時代、二遊間として活躍。ルーキーイヤーから本当にすごい選手で、俊足後段のバッター、三夜、送りバント、機動力のある最強のバッターと言っていいでしょう。胸銀タイプ。ホームランこそ少ないもののですけどもね。打力は、まあ、二塁打、三塁打、何でも打てて出したと言っていいです。はい。守備もまあ、好プレーで連発して、ベストナイン一応獲得したそうでございます。いやー、すごいですね。はい。 利益試合は確かに、えー、守備も安定してすごいですけどもね、打力もまあ、攻撃的で本当にすごい、機動力あるバッターです。実は、高橋ニオンズの時代に確かに大逆らと対戦したそうでございます。いや、驚きました。引退後は監督を務めました。近鉄の監督として優勝に貢献しかし日本一にはならなかったんですけどもね。 あの、巨人はロッティより弱いという加藤哲夫さんの発言がなければ、大木マジック、すごかったです。その後、オリックスで確かに、頑張ろう神戸という新語流行大賞、この合言葉が流行され、3位は衝撃松倒しを優勝に貢献したが日本一ならず、その後、阪神・淡路大震災から1年経った後、日本一に貢献したそうです。まさに、大木マジック大木マジック監督時代は本当にすごい、大木マジック。やはり、采配もすごい。ね、この目打線、本当にすごいです。 日替わり打線と言っていいでしょう。確かにビッグボスも、確かに猫の目打線、すごいですね。元祖猫の目打線でした。はい。その後はまあ、B クラスに入りましたね。2000年、2001年、はい。一郎や田口と、確かに一応田口と谷義友さんらいましたね。メジャーで活躍している後の,の、はい。ピッチャーマンでもすごい。その後、オイックス、バファローズになって、九州合併してから、結果は B クラス。相変わらずの B クラス。大宮さんは病気を理由に退任し、今はお亡くなりになりましたね。というわけで以上です。バイバイ。